おはようございます。27ライダーです。今日なんですが、自分のね、WR250X に、FMF ね、Q4 マフラーを取り付けました。まるっきりですね、ただ付けただけでですね、燃焼とかですね、フルパワー化とかしてない状態です。純正ノーマルのボディの、買ったばっかりの状態に、FMF さんのマフラーを付けただけ。これでですね、パワーチェックに行こうと思ってます。これはですね、以前僕の、バイクのね、パワーチェックの様子です。で、純正のノーマルの状態でですね、マフラー、液パイ、すべてのものがエンジンね、全くいじってない状態で、液パイにサーモバンテージを巻いた状態。それがですね、このパワーグラフね、短い液パイにサーモバンテージを巻いただけで、このぐらいのね、小さい谷を2つ消してくれて、上向きに変えてくれました。ちょっとね、以前の動画見ていただくと、なんだ、こんだけのことでこれぐらい変化があるんだなと、まあ、こういった低い位置でもね、実は紙1、まあ、これを体感できるレベルではないんですけどね、若干こう、微妙にこう、少し上を向いているような状態ですね。で、言ってくれました。馬力もね、今、だから自分の今の状態は31.8馬力という数値ですね。ともかく吸気系統をいじってません。燃焼もいじってません。で、これが今の自分の下の方ですね。これが今の馬力になります。この後ね、FMS さんのマフラーをつけて、どれだけ馬力上がるか。FMF Q4 マフラーをね、取り付けてるオーナーの方もね、ぜひ、必見なのでね、ご覧ください。なんとかいい結果が出るよね。それではまた、よろしくお願いします。チェックからね、戻りました。結果はこれになります。どうですかね。このブルーの方が FMF Q4 マフラー。もう見ての通りね、非常に大体がね、赤いラインを超えてきてます。これでね、ちょっと今回驚いたのはですね、僕はよく街でね、狭い路地なんかで、路肩をね、人が散歩してたりとかね、そういった時ね、音を気にしてですね、低速でやり過ごすんですが、そういった時ね、こういう4000回転台とかでも、WR トルクがあるんで走れちゃうんで、とことこ走るんですが、実は4700回転ぐらいまではですね、純正の、部分をね、こうやって上回ってるんですね。まあ、数値で言えば2馬力から3馬力ぐらいのね、トルクに関してもです。ちょっとここが、社外マフラーというのは抜けが良すぎて、低速が犠牲になるというね、印象、皆さんもあると思うんですが、4700回転から下に関してもこうやってね、上回ってきてくれてます。いやー、Q4 マフラーつけてよかったなと思った部分の一つです。そしてですね、街乗りでちょっとやっぱり気持ちよく走るのに引っ張る部分、7000回転ぐらいまで
に関してはやっぱりですね、ちょっとこう音がうるさくなりつつある、この辺の気持ちを軽く引っ張ったぐらいのスイッチに関しては、やはりですね、純正の方が上を行っている赤いラインですね、トルクにしてもそうです。ただですね、やはり車外マフラーの良さ、高回転域ですね、これを回すのはちょっと、まあ、本当は良くないんですが、国道だったりとかね、広い高速道路でね、まあ、ぐわーんとこう引っ張りたい時ってありますよね。そういったところでですね、これだけ爽快なね、純正との差が出ました。まあ、ちょっとここは意外だったんですが、何かのね、数値の、まあ、誤差とかもあるのかもしれないんですが、ちょっと純正、まあ、プラス僕のサーモバンテージを巻いた、液パイを巻いた時のね、パワーグラフより、ちょっと回転がレブに当たるのが早かったんですね。まあ、こちらの方はね、こういった結果が出ちゃってるんですが、ただですね、まあ、自分のはまだ、吸気系のね、フルパワー化というものは一切してません。あと、燃焼の方もね、いじってない。FMF 給放マフラーをただ、ポンとつけただけで測りに行ってきました。ただこのね、結果です。前回の、純正フルノーマルにね、液パイにサーモバンテージを巻いた。まあ、それが僕のバイクの最高値だったんですが、31.8馬力、9411回転。これをね、FMF 給放マフラーをね、ポンとつけただけ。それでですね、33.8馬力、34馬力近く出ましたね。まあ、最高のね、馬力が出る数値に関してもね、ほぼ純正と同じピークのところで出てくれていると。よっぽどね、引っ張った最後のところに最高馬力が来るというのは、社外マフラーによくあることなんですが、今非常に乗りやすいバイクでありながら、非常にね、こういった変化をもたらしてくれている。トルクに関してはね、やっぱりこれぐらいの数値なので、変化はまあ出なかったのですが、まあ、こう言ってみるとですね、トルクに関しても、犠牲域は最小限で、長い範囲ですね。まあ、ここの高い8000回転から1万、最後のレブに当たるまでっていうのは、なかなか使う、うるさくてですね、使いづらいんですが、まあでも、ここですよね、低速のこの部分でも上回ったのは、ちょっと僕もニヤニヤする結果になりました。まあ、今33.8馬力という数値出て、まあ満足してるわけではなくですね、今皆さんもね、よくつけてらっしゃる SP ただのね、パワーボックス、これが FMF さんとの相性もいいということで、自分は実は以前つけてですね、パワーチェックしているんですね。そちらの方を、また後日取り付けてですね、じゃあこの33.8馬力を忠夫さんのパワーボックスをつけて上回れるのか。まあ、そちらの方もね、チャレンジしようと思っています。そしてですね、その後ね、皆さんがやっているフルパワー化というね、ものもチャレンジ。そして、燃焼というね、ものもね、チャレンジして、WR ね、250X、どれぐらいまでね、まあ、僕のチューンなんでね、皆さんができる範囲のチューンで、どれぐらいまでマックスでね、上げられるのかっていうのを、今後僕はアタックしていこうと思いますので、もし、WR 乗り、またそれ以外の方でもね、もし気になる方はね、僕のチャレンジね、ぜひ、チャンネル登録してね、時々覗きに来ていただければと思います。まあ、こんな結果、ちょっと僕は嬉しかったです。皆さんもね、FMF、オーナーさんはね、良かったと思うんですよね。まあ、こんな結果でした。まあ、非常に今後もね、WR 乗ってて楽しいんですが、もうちょっと馬力をね、上げてやろうと思ってますので、よろしければ今後もね、お付き合いください。27ライダーでした。失礼します。